袁紹を名士とする反董卓連合軍は決戦の地治水館に向かって進軍していた。袁州から都洛陽に攻め入るには董卓軍が守る天然の要害であるこの止水管を突破しなければならなかった。曹公殿、これで止水艦に向かっているすべての軍に我が曹操軍の旗を押し込みました。よし、曹操、これらの報告が董卓に及べばさぞや驚くだろうな。ただ問題は兵が思ったほど集まらぬこと。我が曹操軍の評判の激しさに尻込みしておるようだ。今はいかなる評判であれ風に乗せて行き渡らせればよい。どこかで行き着いて小玉のごとく帰ってくる風評にこそ天命が含まれている。なんと面白きか、このわずか数里ばかりの天然の要害止水艦に現世に名だたる将武人軍師のことごとくが密集する。そして私は僧の旗さえあればいずこからでも出現できるのだ。劉備もまた関羽と張飛を従え北兵大主高孫さんの2万の兵に混じって止水艦へ向かっていた。そっか、これか。なるほど、おいらに足りねえと思ってたらこれか。しかもそいつは旗一本掲げるだけで手に入るんだぜ。関さんよ、こりゃあげるっきゃねえだろ、おいらの旗。高孫さん殿、曹操の旗10本や20本で本当に敵がビビっちまうんですかね。劉備、それが風評ってもんだ。それが知りたきゃお前も止水艦で敵を震え上がらせるほどの戦いぶりを示してみ。何なんですか将軍、あの劉備ってやつは。昔の塾仲間だ。出来は悪いが妙に憎めん。おいらもちょっくら劉備の旗あげさせてもらうよ。何、好きにしろ将軍。袁紹殿、曹操の家臣がついてきてますぞ。何、曹操の。わずか百騎に十本の旗、どういうつもりだ。あいつらなぜ我が軍の中にいる。さらに課題よりは王兵、そして三層より主力の袁紹ら八将の軍、以上各地より進軍してくる連合軍の総勢はおよそ20万。そしてどの軍にも僧の旗が翻っております。あの火竜殿が撃たれるとはな。孫権の強さはただごとではない。いや、火竜殿を撃ったのは僧の旗を携えた男だったらしいぞ。何？しかしまずは孫権に対して兵を割くべきであろう。うろたえるでないわ。わずかに手で覆せることよ。孫権が本拠の調査を離れて戦えるのは袁術が支援しておるからだ。まずは孫権の後方から攻め、この二人の間を分断し孫権への兵糧を断つ。しかる後窮する孫権を撃ってもよし、和議を持ちかけ奴の軍を利用する手もある。そもそも奴の獰猛な本性は我が軍にあってこそしかるべきもの。李克、直ちに。残るは止水艦の烏合の衆だ。いや、烏合の衆とも言い切れぬぞ。総勢20万といえばな。数の問題ではない、気になるのは曹操の動きだ。
弁水の一戦での風評は末端の兵にも相当効いておるからな。それに曹操の軍が各地に同時に出没しておるのはどういうことだ。各地に分散して配置されておるのではないのか。しかし旗の数からして相当の兵だぞ。いつの間に奴はそれだけの兵力を蓄えたのだ。いや、それよりも曹操が袁紹に代わって全軍の指揮を取り始めたとあらば、それが一番の問題だ。しかりまずは曹操の居所を突き止めるべし。曹操の弱みはこの司令のどもが戦に勝ち、勇者をなぶり殺し、美女を犯し、無差別に金銀を略奪するのは何のためか。天下を奪い、天下にある者が敵を選ぶとは何事だ。我が心情を介する者の名を思い出そうぞ。格子か、は上映か、は反中か、は調整か、は関門が開くぜ。これほどの戦場にありながらこの人はまだ何の緊張もしておらぬ。いや、それどころかこの場違いな楽しみようは何だ。しかし関さんよ、なんだろうね、関門の奥の方でなんか嫌な気配がすんだよな。全軍突撃、西の古老館まで一気に攻め。なんかひょっとしてこりゃ董卓の罠なんじゃねえのか。たやすく関門を破らせたが、左右の退路のない天然の要害に引き込み連合軍を全滅に至らしめる董卓の余裕の戦略か。しかし大義は我にあり。退路なき戦いはこの連合軍の士気を嫌がおうにも高めることになる。敵を上回る兵力の我が軍が死に物狂いで戦えば勝負はおのずと見えてこようぞ。
れが呂布か。20万を超す兵が戦うこの戦場の表情をただ一人で塗り替え、敵は愚か、味方の陣までをも切り裂く、あの戦慄。武神とはこういうものか。旗揚げの祝いじゃ。我らのボロ旗をあやつの組で語ってやるぜ。ダメだ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 、母さん母さん母さん、ダメだ、死ぬよ、弟が死ぬ、止めてくれ、俺の勘は当たるんだ。なんという人だ、この世に哀願する目で張飛の命を助けろというのか。あの敵はこの関羽に譲ってもらう。ダメだ、関さんでもダメだ、あの敵の強さは尋常じゃねえ、異常だ、それもただの異常じゃねえ、異常の何倍も何十倍も異常だ。そんな敵を避けて兄弟を守るのはこの劉備にとって恥でも何でもねえ、頼む。兄者、あなたの徳の器は誠に計り知れない。大いなる敬意のもとに私の武をお示し申そう。恐るべき敵将呂布よ、この旗のもと貴殿を打ち果たす。母さん、お前張飛、あん、控えておれ。あんだと、初めてだ。我こそは加藤の大地より立ち上る異教の積乱雲、関羽、あざなお雲長、関王朝最高の大義に生きる劉備が腹心なり。関さん、おいら天下を取るぞ。天はおいらに分を与えていたんだ。こんなにすげえ男をな。この恐るべき二人の戦いに戦場は膠着している。あの男が呂布に敗れたならば東卓軍はさらに勢いづくだろう。軍を動かすのは今か。どうした炎章。そうそう、確かに豪遊の出現によって戦いは変わる。だが戦いそのものを決めるのは兵の群れだ。あの豪遊二人は彩りに過ぎん。どうする名手炎章。あ、貴様、連合軍を離れおったくせに。韓福軍、高遊軍、王強軍、方針軍は右翼、東建軍、共謀軍、遠位軍、流体軍は左翼から攻め上がれ。残りの軍は中央を鋭く切り込み敵陣を分断せ。我らの大義をかけた戦いはこの地で決する。全軍眼前の敵の身に前進し、敵のことごとくを撃つべし。何故兵を動かす。我らの一騎打ちをないがしろにするか。
総督か。あれほどの兵を動かしながら両腕は少しも手綱から動いていない。暴虐の上に道を作る、まさに魔王だ。張飛、はしごだ。あ、我が後方の敵はことごとく首を刈り取り、その首で地下を築け。戦場で董卓の名を聞けば、それだけで臓腑を吐いて死ぬようにだ。ギョイ、千の階段登ったら、おいらの好きな桃源郷。よいしょと。おお、董卓ってのはひでえやつだな。董卓様、あれを。しておけ。あやつは、こ、皇帝陛下。何やつ。張飛、助けろ。陛下、ご機嫌うるわしゅうございますか。私めは漢王朝中山姓を劉将様の末裔にして、優秀の北斗七星劉備、あざなお玄徳と申しまする。必ずやこの劉備、陛下を董卓の暴虐よりお救いし。黙れ増票。劉氏一族の名にかけて漢王朝の再興に尽力いたしますぞ。陛下、おいたわしや。張飛、逃げるぞ。おう。今の董卓は俺の推量を超えている。暴虐と大義、皆殺しの軍団と天使、相入れぬ二つを揃えて保つは中華の先例にない。それを曲がりなりにも成し遂げているのが奴の天下だ。面白いぞ董卓。決戦の地止水館で反董卓連合軍を容赦なく斬殺した董卓は、洛陽に戻るや否や500年にわたって栄えてきた都を一夜にして焼き尽くした。そして都を長安に移し、自らを大使と名乗った。新たなる乱世の始まりである。
ジ2009、高木琴です。特技はピアノと水泳とソフトボールと居合です。シャキン。チャームポイントは笑顔です。私は私が笑った時に見てくださっている皆さんが笑顔になれるような素敵な笑顔の持ち主になりたいなと思ってます。高木琴、これからもよろしくお願いします。